名古屋初めての人ででいます。おあよかった。おお、大体スルーが多いんだけど嬉しいわ、来てくれて。私たちの本当に私たち夫婦がもう尊敬してやまないジュエル家族のエース、かわいい、もう歌も上手、ギターも上手、背も高いブロント、ね、本当に親しくしてもらってる素晴らしい、あの大阪の、ね、教会をリードしてる本当模範的なあの教会です。昔話したと思いますけど、あの吉本興業が、ね、そのねホールをあのライフチャーチと吉本興業どっちが借りるかっていうストーリーの時にオーナーさんがライフチャージに貸します。やばくないこれという素晴らしい教会のね人たちなので、お互いにこのフェスタでね、本当にこう良いね、お互いに刺激あって刺激し合って刺激あって刺激あって省略刺激し合ってほしいと思います。ちょっとね、今日初めて来てくれたってこともあるので、ぜひ隣の人とこの今日と明日ね何を期待してるかちょっとこうお互いにちょっと話してみてほしいと思います。どんなこと期待してる、どんなこと期待してるですか、ね、いいですか、ね、まあ、この、ね、フェスタできっと皆さんが今言った言葉、ね、きっとみんなが今求めている心、きっとじゃない、必ず神様がこの2日間で答えます。必ず答えます。だから私たち耳掃除してそうそう心開いてね、今日のメッセージもだし、ぜひ友達と話したり祈ったりするとき信じてこの2日間を過ごしてほしいと思います、ね、じゃあ一言祈りますね。神様、今日本当に2日目のフェスタありがとう。こんなに素晴らしい、男性と女性をこの場所に一つのところに集めてくださってありがとうございます。ここにいるのは偶然ではありません。ここにいるのは神が呼んだからです。神様が私たちにしてほしい使命があるからです。どうぞ今自分を見るのではなくて、ただ神様の声だけに
注目することができるように、お願いします。この時間をイエス様導いてください。イエス様皆によって祈ります。アメン。今日のメッセージはですね、人生ではなく人生に生きる。ちょっとこれやばくない？ちょっとこれすごいな。深い。わかるかな、これ難しいよね。私も考えたの、これを英語でなんて言うべきか分からなかった。分からないけどニュアンスは伝えてほしい。ね、人生ではなく人生に生きる。もうね、これだけでいいよ。もう今日帰っていい。いや、ありがとう、ありがとう、突っ込んでくれて。大阪って感じ、嬉しい。私ね、これね、本当で、同じ言葉だけど全く違う生き方だと思う、ね、人生じゃなくて人生に生きる。これをモーセの人生から話したいと思います。聖書の箇所は出エジプト記4の1から4と10から15です。みんなモーセって知ってるかな？知ってる？モーセってもう本当にみんなが注目するのは多分、神様から10回を、ね、もらった人だ、すごい人とか、あとプリンスオブエジプト見たことある人、ディズニーの、あれ絶対見るといいと思います。本当感動します。あの歌詞もいいです、歌も。ね、プリンスオブエジプトにも出てくるけど、後悔を真っ二つに分けたすごい人、大体そうよね。でもね、私ね、今日は反対のことを話したいと思います。それは実はね、モーセはね、へこたれた人だっていうことを話したいと思います。へこたれって分かる？へなちょこ。説明いらんか。はい、そこをまず1節から4節読みますね。しかしモーセは、よくちょっとイメージしてよ、聞いてね。しかしモーセは神様に反論します。反論っていうのは否定するってことね。あの人たちは私を信じてくれないでしょう。私の言うことなんか聞くはずがありません。神様がお前に現れたって嘘も大概にしろと言うに決まっています。今手に、神様はね、今手に持っているのは何かね。モーセは、羊飼いの杖です。じゃあ地面に投げてみなさい。そう言われて杖を投げるとどうでしょう。たちまち蛇に変わったではありませんか。モーセはびっくりして後ずさりしました。すかさず神様が命じます。尻尾を捕まえろ。言われた通りにすると蛇は手の中でまた杖に戻るのでした。10節。しかしモーセはなおも食い下がりました。神様、私はとっても口下手です。うまく話ができた試しがありません。こうして話してても思うようにものが言えません。すぐと思ってしまうのです。人間の口を作るのは誰かね。神である私ではないか。人が話せたり話せなかったり、目が見えたり見えなかったり、耳が聞こえたり聞こえなかったりするのは誰の力によることだ。さあ、ぐずぐず言わず私の言う通りにしなさい。ちゃんと話せるようにモーセを助けるから。神様はとうとう腹を、助けてやる。何もかも、何を話すかも教えよう。それでモーセはまた渋っています。変な情報でしょ。渋っています。神様お願いです、他のね、誰か他の人使ってくださいよ。変なチョコです。神様はとうとう腹を立てました。じゃあ腹を立てました。もうよい。お前の兄アロンは話すのが上手だ。ちょうど今お前を探しに来る。お前を見つけたら大喜びするだろう。私が言うことを彼に教え、代わりに話してもらうがいい。2人ともうまく話せるように私が助け、しなければならないことは皆教える。そして17節、例の奇跡を行うために杖を持っていくのを忘れるな。
そして20節、モーセは妻と息子たちロバを乗せてエジプトに帰った。手には霊の神の杖を握っていた。いやー、すごいドラマティックな話です、これは。でもこれ事実です。ここで私が話したいことは、まず、ね、モーセが後悔を分けたという話をするんじゃないです。モーセはどんな人だったかをまず知ってください。それは1番目、モーセはあのへこたれた人だった、うん、なぜへこたれた人だ、どういうところでへこたれた人だったかというと、一節、ね、モーセはね、神様に反論するんです。これは神が言ってることをノーって言うってことです。いえいえ、できません、やれません。モーセは否定的に捉える人です。みんなどうですか？今日まで否定的でなかった人います？今日まで一回も否定的なこと考えたことない。いないよね。ということはモーセと一緒なんです、ね、モーセはいつもこの、あの読むときにでもとか言うんですよ。ですが、みんな言わない？変わりたいんです、でも変われないんです。信じてるんでも信じれないんです。言わない、ね、言っちゃいますよ ね、 ね。で、モーセは、ね、こう言いました、ね、きっと私がね何か言っても僕のことを誰も信じてくれないはずですって信じてるんです。よく読んで、一節、一節、ね、私たちのことをモーセは信じてくれないで、誰も言うことを聞いてくれるはずがない、ね、もしね私の人生が変わったって言っても誰も僕のことなんか信じてくれないよっていう人が後悔を分けました。励まされない、ね、そして2つ目に、モーセはどういう人だったか。モーセは言われたら答えてやる人です、ね、これ2節見てください。神様がモーセに言います。今手にしてる手の中にあるもの何って聞かれます。そして モーセは羊飼いの杖ですと答えました。で、神様に地面に投げてごらんって言われたから地面に投げました。そうすると蛇に変わりました。そして今度神様に蛇持ってごらんって言われました。で、やりました。そしたら杖になりました。モーセって待ち人間なんです。待ってる、言われるまで待つ、言われるまで待つ人、はーい正直で素晴らしい、ね、モーセと一緒です、ね、言われたらやる人って本当に、私もそうです。言われるまで気づかないとか、ね、言われたら動きます。そして3つ目、モーセはどういう人か。モーセは自分の弱点を信じています。できないと信じて言い訳する人です。10節見てください。モーセはそうやって奇跡があった後ね、神様に蛇にさせてもらって、そして強いにさせてもらって、目の前で見てるのにモーセは悔い下がるんです。僕にその奇跡もっと起こさせてくださいとは言わない人です。悔い下がるんです。いやそれは恐ろしいみたいな、恐ろしいですよ、ね、こう遠のいていくんです。奇跡から、神様から、栄光ある場所からモーセは退いていく人なんです。だったんです。で、そしたら、その次どう言った？私は口下手です、ね、自分の弱点を堂々と言う人です。私これができません、あれができません、苦手です。そのようにモーセは言う人だったんです。そしてもう一つのモーセの弱点というかね、へこたれた人っていうのは、天国行ったら私モーセに謝ります
こうやって言ってることを本当にごめんなさいって思います。もう本当にもうすいません、もう偉大なモーセに。でも許してくれてるはずです。もう一個だけ言わせて。モーセの弱さ。モーセは私を用いないでくださいって言った人です。ねえ、聖書って面白いよね。奇跡ばっか書いてるんじゃないよ。ほんと正直にモーセがどういう人が書いてる。モーセはね、13節渋ってるんです、ね、渋る人いるよね。って渋る人いるじゃん。すぐにカッと動かない、ちょっともう1週間考えてからとか、ね、ちょっと今日寝てからとか、ね、これ渋るんです。で、モーセはその渋った後なんていうか、神様お願いで誰か他の人使って、ほんとどうかしてるよね。もうだから神様怒れてくるんです。分かることない、みんな今聞いてて腹立ってこない、モーセしっかりしろって言いたくなるよね。私もそうです、ね、で神様怒り始めます。腹を立てます。さあこっからが大事です、ね、これだけ聞いて終わりやったら何の話やってことになります。ここから大事です。さてモーセの人生が、最初言った人が生きる人生から神によって生きる人生にここから変わります。モーセは次14節、モーセは人生を生き始めます。人生っていうのは自分の人生じゃなくて神による人生を生き始めます。神様は14節で腹を立てました。もうそんなにできないっていうのか、そんなに誰かを使ってほしいっていうのか、そんなに言い訳するのか、そんなに自分の弱さばっかり見るのか、雷を落としてやると怒らなかった。その時神様が言ったことは、あなたの兄アロンがいるでしょ、ね、私はアロンにあなたの話す代わりをしてもらう、そして2人ともうまく話せるように私が助け、しなければならないことは全部教える。みんなに知ってほしいことがあります。神は愛です。みんなに知ってほしいことがある、ね、神様は怒ってません。あなたが渋ってるかもしれない、あなたが言い訳してるかもしれない、ね、あなたが真ん中に来ないかもしれない、あなたが遠回りしてるかもしれない、ね、でも神は怒ってません。だから神はあなたに助けを送るって言ってるね。それがここにいる人たちです、ね、教会です。で友達です、ね、リーダーです、牧師です、そしてイエス・キリストです、ね、聖霊です。神は私たちができるためにあなたに助けでも用意してるって言ってます。から私たちはクリスチャンね、ここにいる人たちクリスチャンだと思いますけど、本当に概念を変えなきゃいけない、概念を変えなきゃいけない、ね、人生の、あなたの人生の主権者は誰ですか、ね、あなたの人生をリードしてもらってる人は誰ですか、自分ですか、神ですか、本当人が生きる人生ですか、神が導く人生ですか。私たちは本当に弱いです、ね、罪人です。だから自分のことしか考えられないんです。自分の今日しか考えられないんです、ね、自分の成功しか考えられないんです。でも神はこう言うんです、あなたに助けを送ってるよ、ね、主権は神にあるんです。みんなのクリスチャンの概念を変えてください。
もう一つ言うなら、人生の主人公はあなたではありません、ね、人生の主人公はイエス・キリストです。私たちはイエス・キリストを表す人なんです。イエスがいないとここにいないんだよ。神がいなければ私たちは生まれることすらない。神がいなければ悩むことすらできないです。私たちの人生はどっちに、私たちの人生どちらの人生いきたいですか。自分の人生、神の人生。言葉は一緒ですよ。人生、人生一緒です。でも中身は全く違います。もしもモーセが、モーセのこの杖の名前が変わっていることに気づきましたか。最初神様にモーセが聞かれた、あなたの手の中にあるもの何って聞かれた時、モーセは何と答えたか。羊飼いの杖を持ってますと答えました。羊飼いの杖を持って、2節ね。でもその後20節を読む時に、モーセは何の杖を持ったと言ったか。神様の杖を握りしめています。これが人生が変わります。人生が人生に変わる人生が人生に変わる神、人の人生が神の人生に変わった、ね、私たちはただの人です。でもね、主権を神にするなら、実は私たちは後悔をも分けることができるんですよ。もしあなたが自分の人生を生きるなら、ずっと羊飼いの杖でしょ。もしあなたが自分の人生を生きるなら、ずっと自分を支えるための杖だったと思う。生涯、年いくまで、死ぬまでこの杖は離せなかったと思う。でもモーセは神の杖になった時に人を救いました、ね、イスラエルの人をエジプトから救い出しました。一人じゃないよ、何万という人を救ったんだよ、モーセの杖一本で。なぜ？主権が神だからです。こうもじもじ男が変わったんです。もじもじ君が変わった。本当にみんな、これは自分の人生だって信じないといけない。モーセの人生じゃない、あなたの人生です。みんなの手にあるもの何ですか。ないと言いますか、ね、ないと言ってもいい。神はあなたを選んでます。これは絶対に変わらないの。絶対に神の選びっていうのは変えられないんです。だからここにいるということは、神が名前を呼んだからなんですよ。やばくない？興奮しん？もう興奮するよね。私は15歳の時にもう何回も言ってますけど、教会に来ましたね。本当に誰かに呼ばれるという経験が一回もなかったね。スポーツ界に呼ばれることもないし、勉強で呼ばれることもない、ね、呼ばれることのない人生ほど寂しいものはないですよ、ね、でも神が呼んでくれました。だからここにいます。だからみんなと出会えました、ね、主権を変えるなら、あなたの人生は本当に人々を救う人生に変わりますよ、ね、主権者を変えるだけです、ね、私たち弱いですよ。でも神があなたに助けを送ります、ね、そのためにライフグループがあります。そのために教会があります。そのために指導者を立てました、ね、その愛の現れでイエス・キリストを神が送りました。自分の愛する息子を、ね、本当に背を向けている私たちのためにくれたんです。
ね、皆さん若い、ね、若い若いって言われると思うけど、本当にこの可能性を信じて学校に行くなら、どれだけ多くの本当にいじめがなくなるか、どれだけ多くの自殺がなくなるか、ね、会社にこの光を持っていくなら、どれほど社会を影響できるか。モーセはきっとね、まさか自分が後悔を分けるとは思ってないんです、羊飼いの時は。でも葛藤してますよね、神に質問されて、いやいやいや、何回も質問されて、いえ喋れません、何回も質問されて、いや誰かを用いてください。でも神は諦めませんでした。なぜならモーセにやってほしいからです、ね、神はあなたを諦めてません。神はあなたを使います。なので今日みんなに本当決心してほしいことがある。クリスチャン生活を何かの一部にしないでください、ね、クリスチャン生活をなんか部活のように考えないで、趣味のように考えないで、居場所じゃないです。クリスチャン生活はあなたの神の方の人生そのものです。神の人生そのものです。きっとね、その時にあできるかなってみんなの声は聞こえてくるはず、ね、モーセと一緒です。いやいやできないできない、葛藤してください。神様ともっと祈ってください、ね、そして神の声だけを聞いてください。僕に何の使命を、神様こう僕に何の杖があるんですか。実はみんなにもね、杖はあるんですよ、杖はあるんです。でもそれが役に立たないと信じてるんです。だってね、モーセの持ってた杖っていうのは自分を支えるだけですよ。ちょっと羊飼いをねこう矯正するぐらいです。まさかこの杖で後悔を分けるとは思ってないんです。まさかこれからね、10回を預かるとは思わないんです。でも神がただ選んだんです。そしてモーセは神の杖を握ったんです。みんなはね、神様あなたをにから何か奪いたいものは何一つありません。あなたに奪いたいものは何にもないよ。神はただあなたを後悔を分けるような人になってほしいんです。神の使命を本当預かって世の人々に伝える人になってほしい。ただそれだけです。それをはみんなを通してしたいんです。神様に聞いてほしいと思います。自分の進路どうするべき、自分の行くべきところどこに行くべき、自分の結婚相手どこにいる。今の私も必死です。でも絶対にいます。最高の人がいます。疑わないで、杖を、神の杖を持って必ずいます。あなたがするべき就職どこ、神が備えてますね、絶対備えてる。神の杖を握ってください。最後ガラテヤの 2-20 を読みます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているのです。これです。私が生きてるんじゃないんです。キリストが私のうちに生きてるんです。みんなイエス様大きい、心の中イエス様ちっちゃい、昨日より大きい、1年前より大きいですか。救われた時大きい、救われた時よりも今日の方がイエス様大きい。私たちは心いっぱいにするべきです。
いつもこのガラティア 2-20 に帰ってください。私が今生きてるのは、私を愛し私のために命を捨てた神の御子を信じる信仰によって生きるんです。受け取ってくれましたか？受け取ってくれた？みんなどっちの人生にしますか？神様と祈って決めてください。神の人生であると信じます。そしてもう今日から始まってます。あなたがね、あなたの杖を通して誰かが救われる、今日から始まってます。次の日曜日やばくなります。東京やばくなります。三重はまだついてないか、やばくなります。大阪やばくなる。トヨタやばくなります。ね、名古屋もやばくなる。ね、みんなが鍵です。みんなが鍵だよ。この鍵を持ってることを本当に大事にして、簡単に投げ出さないでください。祈りたいと思います。立ち上がってください。じゃあ目を閉じてもらえますか。神様との時間です。ぜひ祈ってくださいと祈ってください。神様、私に何を語ってるのか教えてください。神様、私に何を語ってるのか教えてください。祈りますね。今日このメッセージを通して、私2つの人生について話しました。モーセは弱いです。弱かったです。自分を支える杖しか持ってませんでした。神様と葛藤しました。疑い続けました。でもモーセは神の杖を手に取りました。今日聞きたいです、ね、自分の人生の主権が自分だったっていう人いると思います。 90% はイエスだったけど 10% は自分だったっていう人いると思います。今までいろんな言い訳して逃げてきた、正当的な理由をいつも言ってきた。でも今日 100% ジーサスになります。神様が導く人生を生きていきたいです。 できるできないじゃなくて、そのように神の杖を手に握らせてください。そのように願う人いたら神の前に手を挙げて教えてください。ごめん、ありがとう。神様見てます。あなたから奪いたいんじゃないです。あなたから奪いたいものは何一つありません。神はただあなたを応援したいだけです。あなたがどれほど大きく世で活躍するかを神が本当にさせたいだけです。自分ができるかどうかじゃないです。神の主権に私は従っていきたいという人、手を挙げてください。自分じゃないです。神様に頼るです。神様お願いしますという人です。神様助けてくださいという人です。弱い私を使ってくださいという人です。ありがとう。じゃあ手を挙げたままにしてください。祈ります。神様、今手を挙げている一人一人たちの手を覚えてください。そしてこの手を挙げた手を握ってください。神様、私たち、あなたは話すことがありません。でも私たちは話しやすいです。疑いやすいです。諦めやすいです。言い訳してしまいます。でも今日本当に自分の人生を生きていたことを許してください。命を捨てて愛してくれたイエスよりも自分が大事であったことを許してください。ただ命を捨てて私を愛し本当反抗して続けてきた私のために命を捨ててくれたイエスキリスト、この方を本当に 100% 心に受け入れます。受け止めます。私を使ってください。この祈りを神様が覚えていてくれます。この宣言したこの手をあなたが覚えていてくれます。人間の力によりません。ただ聖霊の恵みと力によります。神様、私たちが考えをまだ見ていない、まだ聞いていないところに連れて行ってくださるようにお願いします。
イエスの御名によって祈ります。アーメン。ちょっとおろしてください。もし、ね、ここにまだイエス様は半信半疑だっていう人がいたらいるかもしれません。まだ教会に数回しか来てないし、ね、聖書もまだ全然知らないし、ね、イエス様のことあんまりわからないっていう人いるかもしれません。でも全部わかるしてありません。これだけ知ってください。イエスキリストはあなたを愛しているということです。神は怒っていないということです。神はあなたがもうあなたの使命のために全て準備してあなたを成功に導くと言っています。私はそのイエス様を全部わからないけど信じてついていってみたい、ついていきたい、そのように、願っている人いたら教えてください。今日初めて来た 2,3 回の人です。まだ全部イエス様わからないという人です。アーメン。ありがとう。ありがとう。わかりますか。全部わかんないけど本当ならついていきたいという人です。じゃあこの方のために祈りますね。神様、今勇気を持って手を挙げてくれた人がいます。神様はその人たちの心を知っています。本当に、あなたが十字架で私たちを無条件で愛してくれる愛を本当に信じます。イエス様、本当に、私たちを作り変えてあなたが愛であることを本当に教えてください。と今日明日で本当に私たちの心に触れてくださるようにお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。神様に拍手します。ゆみ先生ありがとうございます。ゆみ先生に大きな拍手をお願いします。めちゃめちゃインスパイアされました。ね、今日神様の杖持ってこのフェスタ出かけていきましょう。ね、もう間もなく始まりますけどこのフェスタの主人公は神様イエス・キリストです。ね、これ